RKK 水戸公門テレビコマーシャルを見てご来店。家内が買うならば日本製がいいというもんやからね。そう言っていただいてですね。上馬敷軍大和町 M 様、金箔が吹いてもはげない国産物団、ご注文いただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産物団。 お仏壇の販売が天職永田光輝でございます2021年10月の参上日土曜日今ちょうどですね朝5時59分朝動画でございます 外気12度ちょっと今日冷えてましたねはい、まあ、ありがたいことにですね昨日上増木大山町からですね M 様ご注文いただきました金箔が吹いてもはげない国産物だ水戸黄門テレビコマーシャルを見てのご注文でございますであの前1っもう2回月3ヶ月前かなお電話いただいてカタログを届けてお届けして,けしてそれから先々日 いいだったかなご来店い,ただいてでまあ、もちろんですねうちを見られてよその仏像をみんな見てやってまあまあそうですね私だってそれはもう高額品を買う時はみんな見ますもんねですからただお宅はやっぱ値段がはっきり言ってちょっと高かったってしかしやっぱり品物もよかごたんなーっておっしゃられました。なんか 理屈じゃわからんばってなんか感じるっておっしゃられましたねでありがたいことに昨日お電話いただきですねやっぱ買う件来てくださいということでそれとあの仏間を見てくださいとのことで,で仏間見せていただいてこれはもう普通の熊本の半減の標準仏間横仏間ですよということで,で逆に高さがこうかなり140以上ありますもんですからちょっと高さを高くしてあげますよということでですねあのこれはもう国産仏壇はオーダーメイド仏壇。 令和の名人大坂4兄弟様ですねこれはもう素晴らしか職人様です4人兄弟が力を合わせて真心を込めて塗り上げた素晴らしいお仏壇でございますでオーダーメイド対応いたしますのでぴしゃりと仏壇に合わせて作りますであのこのお仏壇ですね輪島漆器の技術を生かして作っております 仙台の父ちゃん長田隆和島漆器の販売職人でございましたでお客様から和島漆器の技術でですね仏壇場作ってはいよって分かりましたちことでできたのがこのお仏壇でございますで私は2代目のまあ僕ら息子でございますばってんですね一生懸命ですねこの素晴らしいお仏壇をですね販売していくのはもう私の天職天命だと思っておりますので一つ皆様よろしくお願い申し上げますははいい、まあ、長くなりましたけどですね、はい えー、家内が日本製がいいと言いました上益城郡大和町 M 様国産仏壇ご注文ありがとうございます1週間ぐらいあ1週間じゃなかった今度の月曜日納品ですねよろしくお願い申し上げますであの家紋が「丸に違い鷹の葉、えー」こういう家紋ですねこれを仏壇の方にお付けいたしますそれとえー、こうやってですねおりんおりん あのお客様のこれはお好みでですねこうやって家紋を24金増眼で彫り込みますこれはまあ丸い梅橋ですけどね素晴らしい音色ですねはいこれはとても喜んでおります喜んでいただいております あの熊本でやるのはうちだけなんですよ。もうこれはもう、世界で一つだけのお客様のオーダーメイド仏壇場ですね、お客様にお届けいたします。はい、まあそういう形でですね、はい、えー、熊本の、あで、RKK 水戸黄門テレビコマーシャルを見て、まずお電話いただいて、カタログをお届けと。で、熊本の仏壇店はすべて回りました。ちょっとお宅は高いけど、日本製がやっぱよかねーって。ありがとうございます。やっぱり 真心を込めてもう名人仏師がですね真心を込めて作り上げますやっぱですねそれにあした仏壇は運気が上がりますよ私はそう思いますもう確信しております、えー、令和の名人仏師大坂4兄弟作です自信を持ってお届けいたします金箔が吹いてもはげない国産仏壇一つ皆様よろしくお願い申し上げますはいででこ,こまで この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展。お祈り申し上げます。